そして明治天皇様がこのようなお言葉を残されました。鎮賀一生において心残りのことは、即位式を仏教の大元帥の法によってできなかったことである、というふうにおっしゃられて残念がっていらっしゃいましたですけどもね。そんな歴史があります。どんどん参ります。